フォーシーズンズホテルニューヨークはニューヨークシマンハッタンクミッドタウンにある高級ホテルである。2012年度 CNN 号の世界で最高値のホテルトップ15で1泊4万1836ベードルするザ・タイワーーナーペントハウススイートが第3位に選ばれた。1980年代アメリカ人資産家ウィリアム・ゼック・エンド・オフが57丁目のマディソンと パーク街の通りの25000平方フィートの空き地を買収した。リーゼントインターナショナルホテルズの創設者、ロバート・エイチ・バーンズが、イアイインターナショナルの会長、高橋春則に高級ホテル建設を提案した。1989年1月に、全400室を構える46階のメインタワーと20階建てのタワーを建設すると発表された。 工事は1991年末に完了した。資金は日本長期信用銀行をはじめとした6つの銀行から借り入れた。ホテルはイアンインターナショナルが30%の株を保有する香港のリージェントインターナショナルホテルズが運営を受託し、リージェントニューヨークの名称で開業準備が進められた。しかし、日本のバブル景気が1990年に終わると、 リージェントインターナショナルホテルズは売却され、1992年にフォーシーズンズホテルと合併して、フォーシーズンズリージェントホテルズリゾーツとなった。このため、未だ開業準備中だったリージェントニューヨークは、フォーシーズンズホテルニューヨークに名称を変更した上で、1993年に開業した。現在、ホテルはタイワーナーホテルリゾート LLC によって保有され、 フォーシーズンズによって運営されている。682フィートで52階建ての、このホテルはニューヨーク市で最も高層のホテルで、全米では2位。世界では25番目に高層のホテルである。2007年、ホテルにはミシュランで星を獲得したレストラン、エルアトリエで、ジョエル・ロブションが開店した。イオミンペイとフランク・ウィリアムズが共同で内装デザインを担当し、 ペイは、ホテルのロビーなどの公共スペースも取り仕切っていた。以来、このホテルは初めて高級内装の名声を得た。アーノルド、ヘイレン・ワールズ15、ボーストエクスペンシブホテルスイーツ、CNN-5、25マーチ2012、リリーブド2012年4月11日、その後の1997年に、リージェントの名称は、カールソン・ホテルズ・ワールドワイドに売却され、 フ s e a s o n s とリージェントは再び分離された。このため、フ s e a s o n s は、フ s e a s o n s ホテルズリゾーツに戻った f o u r s e a s o n s o tele mporis.com ハットヘベジー、デニス、フランク・ウィリアムズ、アーキテクト・オブ・スコヨース・クレイパース、DS アット73 ニューヨークタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2010スラッシュ03スラッシュ09スラッシュアーツスラッシュデザインスラッシュ0 9 w l l i m x h t m l 2 0 1 0年3月14日閲覧ありがとうございます。